どうも、よしりこです。今回は価格調査ということで、ラーゴ最も勢いがあると言っても過言ではない、機械ニメスの価格を調査していきたいと思います。リストの方はこちら。それでは早速、価格の方を見ていきましょう。まずはじめはベルホメット。デッキの根幹でもあり、デッキを組む際、決して他のカードでは代用ができない、唯一無二のカードなので値段が上がっていると思われます。使用デッキの指定を行っていることから、汎用性の面では優れていませんが、ストーリー上での悪役人気なんかも、この高騰に拍車をかけているのかなと思います。良くも悪くも価格の上げ下げが環境に依存している節が強いと思いますが、少なくともしばらくの間はこの価格帯に安定するのかと感じています。ちなみにスキン付きバージョンは1枚5800円で取引されています。続いてトレランス。こちら前段のアディショナルで追加されたカードになります。こちらも他のカードで代用が効かない唯一無二の性能を持っていながら、機械テーマに限らずネメシスプールであれば他のデッキにも採用されうる多少なりの汎用性を持っているため、登場からしばらく経っているにもかかわらずこの価格帯で安定しています。登場当時エーフデメスが主流であったことから入手を見送った方も多いと思うんですけど、その結果現在の高騰被害をもろに受けている方も多いと思います。クズアリ等で安く入手できる機会に恵まれた方は迷わず3枚揃えておいて問題ないと思います。続いてメイシア。新しく追加されたカードになります。2コースでありながら除去フィニッシュ札と1枚に担える仕事量が多い優秀なカードになります。先ほど挙げたトレランスの親和性も高く、もはやこのカードのために採用されていると言っても過言ではありません。唯一性が高くネメシスが環境に居座り続ける限りは常に採用圏内に入るカードになると思うので、正直かなり妥当な価格かと思います。ただ個人的にはトレランスの親和性が高いというだけで、あくまで重枠寄りのカードだと思いますので、無理して3枚集めるくらいであれば他のカードで代用した方が良いと思います。続いて大型機械兵。先日投稿した動画でも解説したので割愛しますが、ゴールドカードが1枚で行って良い仕事量をはるかに超えています。機械依存であることから今後のカードプールの増え方次第では環境から消えていく未来も存在しますが、少なくとも現段階ではできない最強格と言っても過言ではないです。今後行われる公式大会の結果次第では露骨に価格が跳ね上がると思いますので、このカードが必要で購入を検討されている方は直ちに3枚手元に揃えられることをお勧めします。続いて戦慄の侵略。こちらも新しく診断で追加されたカードになります。単体のスペック自体はそこまで高いカードではないんですけど、種族に機械テーマを持つという点のみで評価されているカードになります。正直他のカードでの代用が可能で、この高騰もまだナーフ思考から日があまり経っていないゆえの一時的な部分が強いと思いますので、しばらくすれば1枚300円ぐらいで落ち着くのではと予想しています。続いてラミエル。レビールの旋風で登場したカードになります。登場からかなり日は経ちますが、中立のカードであることから毎期多くのデッキに採用され、汎用カードとしての側面も強いためスタン落ちまで価格が落ちることはないでしょう。これに関しては他のカードで無理して代用するよりも一度手元に3枚揃えることによって受けられる恩恵の方が大きいと思いますので、何かしら競技シーンで戦果を上げられ予定の方は妥協せずに3枚集めましょう。続いてスピネ。前段環境のトップデッキとして活躍していました。機械ネメシスに足りない回復面をサポートしたり、進化権を使用せずに多面処理を行ったりと、不足しがちな要素をちょうどよく満たしてくれる有能カードになります。デッキにアーティファクトカードが入っていないことから、アクセレートが事実上のゴブリンになっちまう点だけネックなので注意しましょう。直接ゲームを決めるわけでもなく、あくまで自由枠寄りのカードなので、今後これ以上の高騰は多分ないと思います。購入を現在検討していてまだ迷っている方はもう少し待っても良いかもしれません。続いて残骸。診断で追加された中立のプールに存在するカードで、ナーフ施行前のヤテラントゥ全盛期には一時1枚1000円まで高騰しました。少なくとも現状では多くの機械テーマデッキの必須枠であり、今後のカード追加次第でも十分採用圏内になる汎用カード枠なので、価格の高騰あれど大幅な下落はないと思います。機械ニメスの全国的な人気増加で構築済みデッキのベルホメット軸を現在取り扱っている店舗はかなり希少だと思うんですけど、残骸をお得に入手するという点のみで言えば、同時期に販売された非分ヴァンパイアの購入のついでに入手するのも良いかもしれません。続いてマウンテンドール。10点覚醒環境で追加されて以来、直接的な日の目を浴びることはありませんでしたが、人形ギミックが機械ネメシスの高い親和性を誇るということで上に価格が上がってきています。必ずしも確定枠というわけではありませんが、もし安くこのカードを入手できる機会があるのであれば手元に3枚確保しておいても良いかもしれません。続いてドミネーター。基本的にデッキのメインギミックに影響することはないんですけど、メイシアドの品字を評価され採用されていることが多いです。一時
期 OT ケネメスと呼ばれるデッキの必須枠として高騰した経歴を持ちますが、汎用性に欠けることからその後特に目立った活躍を行うことなく自然と価格は下がっていきました。あくまで自由枠で他のカードで枠を補うことも可能なので、参考程度で無理して購入する必要はないと思います。最後に30円未満のカードマイスタードールゾーナーに関しては言わずもがななんですけども、糸切り人形と機械兵に関しては診断で追加されたということで、もしかしたら今後多少の高騰が起きる可能性はあるかもしれません。というわけでこれら価格を参考にしてデッキを組んだ場合かかる表がこちらになります。レジェンドがかなり多く、現状トップデッキの中でもかなり価格が高めのデッキになっていますが、プレイの方向性が分かりやすく初心者の方にもおすすめのデッキになっていますので、購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さらば。